こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、模擬ショップで購入しました。ハットをかぶりまして、謎のショートブレゾン、アウトブトラッドのシャツを着て、リーバイス646を履いたスタイリングになっております。今回はそのまま本題に入りたいと思います。今回は男の定番服を紹介させていただきたいと思います。まあ、このアイテムは、まあ、定番アイテムだとずっと思ってたんですけども、ここ最近自分の中でまたこう熱が上がってきたアイテムで、注目をしているアイテムでもあります。なんでこう定番アイテムっていうふうに紹介しているこのシリーズっていうのは、もちろんその自分の中で今こうピークだなと思っているものだったり、今定番なんだけども今自分はあんまり着ないなみたいなものがあったり、まあ当然します。ですがこうずっともう何十年通して自分の人生の中で絶対手放すことがないアイテム、これは持っとかなきゃいけないぞと思ってるアイテムを紹介しているコーナーになりますので、今回のアイテムっていうのはこの 2,3 年あまり登場してこなかったアイテムなんですけども、ここ半年ぐらいで突如自分の中でまた来たアイテムになります。なんでちょっとそれを紹介したいと思います。そのアイテムがこちらです。パラブーツミカエルとモジーンまあモジーンはちょっとついでです。どっちかというとミカエル、このミカエルってきっかけはアウトオブトラッドでミカエルの熱中を作ろうっていうところから始まって、なんかミカエルってそろそろなんとなくいいかもなって自分では思ってたんです。特にそれが企画をし始めたのが、まあ、冬の終わりぐらい、そろそろ春かなみたいなタイミングだったと思うんですけども、まあ、その時ぐらいからちょっとずつこうミカエルが気になりだして、というかまあパラブーツがちょっと気になりだしっていう方が正しいかもしれないです。でもそこでこうパラブーツをちょっと注目をなんとなくし始めて、いろいろこう自分の中でもモチベーションが上がってきて、で、まあ、その時期自分は何履いてたかっていうと、結構薄っぺらい靴、例えばレペットだったり、まあ、以前も紹介しましたがチャーチ あのスリッパのような靴だったり、そういうのを結構履いていたんです。で、一般的にも多分ボードイン&ラージとかのようなこういわゆる薄い靴が結構注目されていて人気があった靴だったと思うんですけども、まあ、自分はあれは履いたことないんですが、まあ、でも私自身はレペット履いたり、なんかダンスシューズみたいなイメージもあったんですけども、あれはあれで定番だと思います。なんでいつかまた復活してくる時は必ず来るんですが、その反動もありボリュームがある靴っていうのはちょっと履きたいな、そろそろいよいよ、なんで自分の中ではちょっとこう最近再度こう注目が自分では高くなっていて、インスタグラムとかを見ていただいている方は結構細かくチェックしていただいている方はお気づきかもしれないんですけども、結構な頻度で最近パラブーツを履くようになりました。なんかいいなって、やっぱりこのパラブーツって素敵な靴だなと思ったのが、やっぱりそのアウトオブトラッドでちょっとこう企画をやり始めたタイミングでした。で、そっからしばらくしてスクールマフラーの撮影をするっていうので、まあいろんな方にお願いをして撮影をした時に、模擬ショップのエリシさんがパラブーツのミカエルを履かれていて、もう結構履き込んでいてソールとかめちゃくちゃ減ってるんですけども、昔からエリシさんがミカエルをこう愛用されてるっていうのは知ってたんですけども、なんかその撮影の時にミカエルを履かれてるのを見て、あ、なんかやっぱりパラブーツいいなと思ってたけども、その中でもミカエルってやっぱめちゃくちゃいいなと思ったんですよね。なんかその時にミカエルだと思いました。で、もうなんか何でもない靴なんですよね。いわゆるこうチロリアンシューズが原型になってたり、まあ、もしくはそのキコリさんのデザインだったりするんだと思うんですけども、何でもない、ただ何でもない靴なんですけども、なんかやっぱりいいんですよね。このボリューム感、このバランス、とてもとても自分っぽい、自分のこうスタイリングを象徴する靴かもなっていうふうに最近ちょっと思っていて、なんか例えばですけども、ジョンロブだったりウエストンだったり、まあ、ウエストのゴルフとかはまたちょっと別ですけども、なんかジョン・ロブ、あとはエンツォ・ボナフェとか、まあ、いわゆるイギリス・イタリア靴っていうのは綺麗でエレガントでかっこいいですよね。で、綺麗でかっこよくてエレガントな靴なのに対して、このパラブーツっていうのはまあそのかけらもないというか、まあ、いい靴なんですけども、こう
別にこうめちゃくちゃ男前でもなくてシャープでもなくて決してエレガントではないんですけども、なんかそれがこう自分のスタイル、私が求めてるスタイルにこう通ずるところもやっぱりあるんだろうなっていう感じがしていて、なんかとても今自分の中でこうピークに来てるというか、ちょっとこう上り始めてるパラブーツがどんどん来てるっていう感じがしています。でちょっとさっきあのモジーンっていうアイテムも紹介させていただいたんですけども、これちょっと見ていただくと分かると思うんですけども、こっちがモジーンですね。でこっちがミカエルなんですけども、丸さが全然違うんですよね。モジーン、ミカエル、モジーンの方が全然こう丸くてぼってりしてる。でミカエルの方がシャープなんです。でこのモジーンを履いてようやくこのミカエルの良さがさらに分かったっていうところが一つだけありまして、ほぼほぼ見た目一緒だと思うんですけども、思われる方も多いと思うんですけども、これ全然違うんです。このモジーンっていうのはかなりぽってりしてるんです。でこれ実際自分で履くとよりそれが分かる、こう丸い感じがすごい強調されて、これを例えば501に履くとめちゃくちゃどんくさいんですよね。例えばこう細いパンツに履くともうめちゃくちゃどんくさい。なのでこれモジーンを履くときはいつもこうスミスのペインターパンツ以上太いぐらいのパンツじゃないとなかなかバランスが取れないなと思っています。ですがこのミカエルっていうのは501もしくは505ぐらいのシルエットでも合わせられる、なんかちょっと細いパンツでも合わせられるんですよね。なんかこのボリューム感のそのちょっとした違いなんですけども、つま先のシェイプの違い、こうコバの張り出しの違い、ちょっとだけの違いなんですけども全然違うんです。なんでそれがこうミカエルのやっぱ完成度の高さだなと思って、それがエリスさんがやっぱあそこまで愛用してる理由の一つなんだなと思って、なんかやっぱりこうミカエルってすごいなと最近ようやく、また改めてようやく思うことができました。本当にいい靴ですのでぜひ注目してください。でこれアウトオブトラットでモジーンの革を使ったミカエルっていうものを作っております。でちょっとだけ多分在庫があるので、あの1年後ぐらいには販売できると思います。店頭どっかで、オンラインかどっかの店頭で、なのであのぜひ注目をしていただければなと思います。もちろんパラブーツショップに行って買っていただいてもいいと思います。ですがアウトオブトラットが別注したミカエルの方がはるかにクオリティは高いです、それだけは言っておきます。1年後に、入荷すると思いますのでちょっと楽しみにしていただければと思います。はい、今回は男の定番服ミカエルを紹介させていただきました。これは男の定番服と言いましたが、ミカエルに関しては女性モデルもありますので、女性も履ける、38だと多分女性でも履いていただけると思いますので、女性の方も含めてこのミカエルっていうのはちょっと定番アイテムとして捉えていただければと思います。それでは今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。